今は入らない方がいいと思うわ。喧嘩でもしてるのか。王立軍がキャンプを襲撃してくるらしいの。仲間が集めた情報が最優先だとアミータは言っていて、サバルは仲間を助けるのが重要だと。ずっと話してるのか。そうよ、いつまで経っても同じ話の繰り返し。あ、ごめんなさい。あなた AJ ゲールよね。あなたが協力してくれてみんな感謝しているのよ。俺にはゴールデンパスに助けてもらった借りがある。でもここに来たのは散骨のためだ。そうね。でもパガンのせいでこの国がどうなったかわかるでしょ。そしてあなたはモハンゲールの息子。ともかくキラットに不可欠なの。あなたの選択が鍵になる。アミータとサバルとの均衡を崩す人間が今必要なの。それを考えてみて。今行動しないと死者が出てしまう。これは戦争なのよ。情報が必要なの。駒で使う兵士なんだぞ。ダルパンのことを忘れたか。ダルパンと情報を天秤にかけろというなら私は情報を選ぶわ。何か手伝おうか。キャンプが襲撃されそうなんだ。いつかは分からないが荒れるだろう。可能な限りの支援をしたいと思ってる。手伝ってくれるならキャンプへ急げ。AJ、とてもありがたい。我々は突撃準備完了だ。地雷を用意するか、砲塔の後ろに回れ。行くぞ。血の匂いがする。早くしないと奴らが来る。いいか、奴はどこから来るかわからないぞ。何が起きても焦るな。このために生きてるんだ。ハンターだ。ハンターが来るぞ。ハンターよ、エイジェイ。やるよ。
サブル、キャンプは大丈夫だ。オーケー。他のキャンプの様子を見てきてくれ。サブル、片付いた。でもアミータの探し物はここにはない。そんなことはいい兄弟、重要なのは命を救ったことだ。お前ならやってくれると思ってた。模範の地は争えん。肉を食べたいからな。
儀式に参加するの？こんな光景は初めて見た。そう、親の灰を持ち歩く人も初めて見た。ああ、父さんの時もこうだったかな。覚えてないの。でも彼が死んでみんな変わった。戦死だったらまだよかった。戦死じゃない、殺された。殺された？待てよ、どうしてだ？ワナプールの東の自宅で殺されたって聞いたわ。家はまだある。そこに行けば何かわかるかも。でも気をつけて。あの辺はヌーアの縄張りよ。もう行かなきゃ。死ぬ人間が多すぎて火葬が追いつかないし、その遺灰で湖が酸性になってしまうんだ。サバル、勇者の帰還だ。防衛戦で多くの命が救われた。厳しい立場に追い込むな。アミータなら見殺しにしてただろう。役に立つかもわからない情報のために。何が正しいかは明確だった。モハンもこうしただろう。これなんだよ、モハンが目指していたのはこの方向だ。だから俺は前に出た。俺はお前の父さんを尊敬していたからだ。アミータの意見はいいのか？あいつのことは評価してる。だが仕事をするとき、頭は二ついらない。モハンが言ってたぞ。彼の信念について知っておくべきだ。総員に行け。最後まで話は聞いてくれた。あいつはちゃんと知り合えばいいやつ。元気でな。バカが嫌いなだけだ。エイジェイ、また会えたな。ナマステ。ああ、偉大なるモハンの息子か。父上と同じ道を歩む準備ができているとサバルから聞いたよ。神の中の神、バナシュールは世界に声を届ける。神に感謝しよう。生命を与えてくれた神に感謝だ。どうぞお布施の籠を持っていきなさい。成長は日常の境界線を越えようという意志によってのみもたらされるとろうそくが教えてくれる。神は知恵で我々を祝福する。そして我々はその知恵をマニクルマの中で集めて邪悪な思想を浄化する。マニクルマを回し出す。感情のない人生は人生にあらず。しかし感情に左右される人生は感情だけに支配される。その粉を巻きなさい。人生は甘
い香りを放つ煙のように儚いものだ。香りは限りある命を表す。籠をここに置きなさい。サバルは君を高く評価してる。だからこれを君に見せるよう頼んできた。偉大なる悪魔ヤルンは人の心に存在する。ヤルンは偽りの約束で希望を燃やし尽くす。ヤルンを満足させて眠らせておくためにヤギは死ぬのだ。
わかるか、人が信仰心を捨てたらこうなってしまうのだ。 AJ、 君がいなければ大変なことになっていた。感謝する。危険な動物たちを狩る。サブル、軍が総員を攻撃してきたが撃退した。お前がいてくれて助かった。総員は俺たちにとって象徴的な場所、その普遍性が大事なんだ。お前の父さんはそれを理解していた。お前のような部下がもっと必要だった。AJ、 我が子、お前と私とで一仕事すべきではないかと考えていた。するとそこへ神の導きがあった。褒むべきかな、我が主。主は戦いのために私の手を、私の指を鍛えられる。詩編だ。意味は、兵士は最善を尽くせだ。たとえこの国のように神を持たぬ国を訪れる必要があってもだ。兵士として我らは殺す意志によって人々を守る。その目的を達するために必要なものは信仰。銃だよ AJ、 銃だ。銃がなければどうやって荒ぶる海を通り高き波を沈めるんだ。私を手伝ってくれ。そうすればゴールデンパスに銃を供給しよう。 OK。 神よ、見業によりて少年は目覚めた。山の向こうから物資を運ぶ予定だったヘリが墜落した。このトラッカーを持って行ってくれ。軍に奪われる前に物資を回収するんだ。交通手段は我が主が用意してくださる。言いたいことは。アーメン。アーメン。さあ行け行け行け、エイジ。自由だ。空気がうまい。エイジ、元気？ロンギヌス、あんたからもらったトラッカーによれば、ターゲットは近い。素晴らしいニュースだ、エイジ。墜落現場に着いたら用心しろ。王立軍もヘリの荷物の回収に兵士を送り込んでいるはずだ。必要に応じて倒すか。こっそり忍び込め。ここにいる目的が何だよ。
これは何だ。銃はどこに。何だったんだ。
探し物はこいつか。もしこれが武器じゃなかったら何のためにここに来た。ヤルンしか見えない。キラ様とバナシュール様が導いてくださることを忘れ。驚くほど小さな箱。ご希望の品だ。ゴールデンパスが使う武器かと思ったんだ。だから言った。人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっている。嘘なんだ。知っているか。人はそれを輪廻だとか言っているが、命は骨の山の上に成り立っている。人は食い、そして食われる。動物はそれを生存と言い、人間はビジネスという。それはビジネスだよ、AJ。非道なビジネスだ。私は頭に受けた銃弾に救われた。銃弾は非道な私、武装集団のリーダーであった古い私を殺した。だが私の頭蓋骨に穴を開けたその銃弾のおかげで神の光が差し込み、五花の滝の水で洗礼を受けることになった。で、ダイヤだけど。レビキ17章11節。命として贖いをするのは血である。これらは私のかつての悪行の名残だ。一つずつが罪であり、私も多くの罪を犯した。ゴールデンパスの武器は
もちろんある。あるとも。行け、アミータとサバルに武器を送ると伝えろ。それからもう一つ、デプルールが戦車工場から大量のアヘンを送り出そうとしている。おい、アヘンだと？これもまた非道なビジネスだ。さあ行け、伝えるがいい。それが終わったらまたここに来るのだ。神の御業は終わりを知らぬ。死んだんだ当然だな。